松金組とモグラによる襲撃、そして壊滅する神室町の凶霊会、かつての仲間に裏切られ命を狙われた羽村は矢上にモグラの正体を明かした。神室町組織犯罪対策課刑事黒岩、松金の命を奪ったその男はアドデック9の巨大な利権に守られている。あれ、今回はチャプターの、あ、おやすさんの卒業式じゃなくて登場会の本部ってとこで営まれた。ただし参列者はごくわずか。松金組は後目だった羽村が失踪して実質解散状態。なるほど。それにおやすさんはもともと名もなき組長の一人でしかなかった。源田先生にとっておやすさんは40年来の親友だった。東さん、海藤さんも無事か。中学を出てすぐにおやすさんの組に入った。その波紋に居合わせた東は以後おやすさんを守ることを自分の役目だと考えてきた。うわー、にやけやがって。俺たちには誰がおやすさんを死に追いやった連中かはっきりと分かっている。今必要なのはそれを裏付ける決定的な証拠だ。というわけで、どうもこんにちは、マッキーです。今回もジャッジアイで死神の遺言やっていきたいと思います。チャプター12、ダーティーワーク。本当にダーティーだぜ、みんな。ギルティーでダーティーだよ。新谷を殺したとされる現役刑事綾部和也の裁判。綾部さん、和也って言うんだ。公判前整理手続きが始まっていた。そこでは一般人からなる裁判員の負担を減らすため事前に裁判の進行が打ち合わせされる。検察も弁護人もあらかじめ証拠を整理しておくのがルールだ。昔の映画やドラマのように後出しの証拠は認められない。つまり俺たちは裁判までに全てのカードを揃え、その手の内を敵に見せなければならないということだ。なるほど。弾丸の線条痕は犯行の動かぬ証拠ですよ。それでも弁護側は無実を主張する気ですか？どうでしょう。弁護側に争点を量刑に絞るお考えはありますか？いえ、綾部刑事は罠にはめられたんです。あくまで無実を主張します。証拠がね、どうしようか。黒岩だったのがモグラの正体。なるほどな。何か思い当たる節でも？ああ、関係ないかもしんねえが、昔小耳に挟んだ話がある。ん？黒岩がまだ駆け出しだった頃、その指導役だった先輩警官が東条街のヤクザに便宜を図ってやってた。これが羽村の頭が言った師匠ってやつか。金と女、神室町じゃよくいる汚職警官の一人よ。その師匠って人を探せばいいのかな。ある時ビルから飛び降りた。逮捕直前だったんだ。死んだのか。正義感のある同僚から密告されてな。もしかしてその密告した同僚が黒岩？いや、密告者は同じ頃に首を吊った姿で発見された。え、そっちも自殺ですか？なんだそれ。その首吊りには他殺の可能性もあったらしい。どっちも黒岩がやった？誰かが密告者にけじめをつけたのかもな。そして腐った先輩警官の地盤を引き継いで、さらに腐った警官が誕生したってわけだ。そいつはヤクザを利用しまくって、今じゃどえらい検挙率のスーパー刑事でもある。黒岩がそうだっていたのか。思い当たる節を聞
かれたから話しただけだよ。今日はここで別れよ。俺と一緒。そうだね、星野くんも危ないよ。なくない。大丈夫ですよ、そんな子供じゃ。子供とかじゃないんだ。分かってる。でも今日はここまでだ。そうですか。じゃあ気をつけてな。どうしよっか、探偵事務所に戻るか。了解。いやー、またなんか、また来そうだな、なんか変なやつ。大丈夫か。あ、来ない来ない。え、まずい。いや、これ、え、肘当てパッドおじさん。服部？どうした。どうもこの建物は監視されているようですね。え、記者が張り込んでいる時と同じ匂いがします。あんたにそんなのわかんのか。何かと鼻は利く方ですから。何のよ。梶平会長のお使いでしてね。なるほど。八神さんの調査報告が欲しいとのことです。はいはいはい。本丸院が焼けて塩屋さんも亡くなりました。いや、塩屋せめてなんか姿見せて。会長は何がどうなってるのか詳しく知りたがっています。だろうね。なんかひっそりと塩屋死んじゃったもんな。なるほど。モグラの正体は現役の刑事でしたか。全部今あなたの言った通りなら、アドデックナインの周りは死体だらけですね。正野に殺された入院患者に寺沢恵美、センター副所長の橋木、新谷弁護士、どれも結局はアドデックナインの人体実験に行き着く。しかし証拠がなければよくできた仮説でしかありません。そうなんだよな。あんたに言われなくても分かってる。お話は受けたまわりましたが、会長はとにかく八神さんと直接お目にかかりたいと思うそうです。なんで？調査の報告なら今ので全部だよ。でしたら会長に直接そう言ってください。私はただの使いですから。嫌だと言ったら。あの人は別に敵じゃありませんよ。それに我々の耳に入ってこないような情報を持ってる可能性だってある。まあ利益をしてやったらいいんです。利害関係は一致してるから大丈夫だと思うんだけどな。私の顔も立ててもらえたら。これからお越しいただけますか。海藤さんもご一緒に。海藤様か。先日打たれた傷ももう良さそうですしね。知ってんのかそのこと。まったくよくご存知で。ではこの後海藤さんと神室菊の屋へお願いします。菊の屋か。前おやすさんと言ったところか。松金組長がひいきにしていましたね。梶平会長もです。では何そんな美味しいのかな。よし、じゃあ海藤さんを呼んでいけばいいのか。お？ああ、コーヒー入れるぞ。飲むか。まだ痛むんじゃない？いいよ、無理すんなよ。もう大丈夫だって。遠慮すんな。ああ、それよりさっき服部に声かけられた。あの雑誌記者か。梶平会長が俺らを呼んでるってさ。聞いた噂じゃよ、梶平の会長は今相当まずい立場だぜ。そうなんだ、なんで。教令会の小葉会長に詰められてんだ。ああ、なるほど。若頭の塩屋が、そういえばナンバー2だもんな塩屋って。梶平が神室町に連れてこなきゃそうはならなかったかもな。神室町で若い衆が何人も殺されて、とどめは若頭だ。小葉会長も堪忍袋の尾が切れたってとこだろう。梶平のじいさん。いやー、これ以上でかくしたくないな敵を。さあな、実際どうかは言ってみりゃわかる。海藤さんも言ってくれんの。ああ、毎晩黒岩に張り付いてんのに何も進んでねえんだ。何か他に手がねえか考えてたとこでよ。
親父の敵討つたしになんなら何だって試してやる。そうだね、何でも試さないと。さあ、じゃあ菊の家行きますか。菊の家に行くのか。よしよし、行こうか。いやでも強霊界さ、もう村瀬も塩屋もいないから、もう強霊界のもうメンツがヤバすぎるんだよな。誰もいないんよな。じゃあ行こうか。どっちかまで行かれますか。菊の家です。出発いたします。よろしくお願いします。さあ菊の家へ。会長、誰もいないよね、他に。その襖の後ろとか。よう来たな、お前ら。待っとったわ。お久しぶりで。松枯れの組長さんは気の毒やったな。ええ。組長さんに献杯や。組長に、おやすさんに。カジーラ会長、もうアドデックナインの話はあらかた。ああ、この服部さんから聞いた。3年前の人体実験から溝ついとったっちゅうことやろ。あんたらよう、そんなんつかんだ。大したもんや。大久保新平のことも聞いたわ。ああ、そう？あんたが話した殺人鬼、ほんまは恋人やっとらんかったんやて。ええ。ショーノというアドデックナインの開発者が寺沢恵美を。それはどうでしょう。まだはっきりした証拠はないんですよね。おい、まだ突っかかってくるか。あんたに、あんたに土下座させてるよ。わしの前で喧嘩すなや。年寄りを困らせる議会な。しかしおじいさん、わざわざ俺を呼びつけなくても大体の話はもう分かってんだろ。本当は何の用なんだ。見た目より鋭いな。鋭いでしょう、海藤さん。すごいんだからね。実は困っとるんや。何が。強霊界の小馬会長からせっつかれとる。モグラを始末せえ言うてな。塩屋は強霊界の後目やった。それが目えぐられて殺されたんや。無理ないわ。それであんたらでモグラを始末できんか。それは違うって。探偵に頼むことじゃないよ。うん、アホか。殺し屋じゃねえぞ。そうだぞ。何言ってんだ。あんたらの腕を見込んでのこと。どうや、金ならうんと弾むで。たく、やっぱこのジジイも仇じゃねえな。これね、これで殺したらやってることを黒岩さんと一緒なんよな。カシラとか。冗談やって。まあ強霊界にせつかれとるのはほんまやけど。半分は本気だったわけですか。あんたらを呼んだほんまの目的はな、はしきの代わりに礼を言うためや。はしきの代わり。アホが酔っ払うて喧嘩で死んだなんざ言われて、あいつもさぞ無念やったやろ。しゃけどその嘘をあんた見抜いてくれたんや。ハシキとそんな仲良かったんか。あとは証拠を見つけてアドデックナイン潰したらあいつも報われるっちゅうもんや。ついでにあんたの1000億も回収できる。そっちが本音でしょう。興味ないですけど。八神さんはこの先どう動くおつもりですか。もうすぐ綾部の裁判が始まるだろう。俺たちはその場を借りて真犯人の犯行を立証する。それは同時にアドデックナインの真相を暴くことでもある。ほう。そうなれば大久保の死刑も止められる。なるほど。そうだね。でもまだそこまでの証拠はないと。どうにか可能性を違いますか。ください。なんか羽村にも消えられたままだし。ほなどないするんや。アドデックナインの裏を暴くにはやっぱりあいつを追うしかない。誰だ誰だ。黒岩を。黒岩か。尻尾を掴むんだね。張り付いて。んで奴がボロ出すまで待つんか。
そうだよね。ボロ出さないと思うけどな。時間はかかるでしょうが、やるしかない。そない悠長なこと言うてられんぞ。どういう意味ですか。大久保新平はえもうすぐ死刑執行になる。えなんでわしもつてを使うて調べさせた。実はな、次に処刑される死刑囚が誰かいう極秘の候補者リストがあるんや。そこに大久保が入っとったらしい。あとは法務大臣がサインしたらそれまでや。ええ、なんでそんな。どっからか大久保をリストに入れるように。そうだよね、だって3年だよ。くそ、普通なんかもうちょい経ってからじゃん。じゃあ早くなんとかしないと取り返しが。こんな時もし私なら黒岩よりもっと切り崩しやすい相手を選びますね。誰だ。切り崩しやすい相手。ショーのか。これを見てください。以前ボツになった私の記事です。木戸さんか。木戸博士が愛した3人の美女、月々のお手、お手やってえ、次、月々のお手当て100万円だって。やば。妊娠した私の腹を木戸先生は殴ったんですだってよ。これ全部木戸のことか。この人の女好きは有名でしてね、アドデックナインの発表からはタガが外れたと言いますか。いやいやいや、外せばどこに出しても恥ずかしい俗物です。的は黒岩ではなく彼にすべきでは。そうだね。に会いに行っても俺らじゃ門前払いにされるよ。八神さんがご自分で近づこうとするからですよ。美女といえば獲物はまず沙織さんか。おびき出しませんと。どうやって。美味しそうな餌をちらつかせるんですよ。木戸にとってそれは女です。それもとびっきりの美女。沙織さんだ。美女ごめんな沙織さん、まただよ。ごめんな沙織さん、もう一回、もう一回変身してもらおう。でも確かに軌道を絞れば何か出てくる可能性はある。アドデックナインの裏を暴くような物証は。まずはセンターから軌道を引きずり出さねえとな。色仕掛けでカムロ町に誘い出す。ハニートラップか。となるとカムロ町ナンバーワンキャバ嬢の再登板だな。沙織さんには明日俺が頼みに行く。なら今夜はここまでか。わかった。じゃあな。さあ今日は休みますか。今日ちょっとサブケース1個やらせてください。本当は生放送で全部やりたいんですけど、てか動画にしたいんだよな。ちょっとだけこのさ、サブケースめっちゃやりたいんだよね。なんか子供っていうか、なんかキャラクターみたいなのがいるんだけど、ここでちょっとサブケースできるみたいなんで、ちょっとこれやろうかなと思います。チャーミングな発作フェイス、おしゃれな尾道ラーメン帽子、広島子、キュートな魚のポシェット、漁師の心意気、クールな長靴、生かしたナウイ、オノトレーナー、そう俺こそが尾道の象徴、オノ道夫だ。なんだあれ、変なの。あ、これ高校生が言ってんのか。すいません。尾道夫さんか。どうも、私尾道夫のプロデューサー弘中と申します。お兄さんどうですか。尾道夫と行く尾道ツアーです。広島行けんの。尾道夫、あ、なんかよくあるご当地ゆるキャラってやつですか。はい、ご存知ないですか。いや、ないっすね。広島尾道出身の漁師、
尾道夫、海を愛する渋い男です。渋いかこれ、みかん有名なのかな。すいません、ちょっと聞いたことないですね。はあ、そうですか、まだまだだな。あの体勢保ってんのすごいね。やっぱり渋さが足りないのかな。牡蠣かこれ、あの人みたいにはいかないな、いかないか。なんか苦労してるみたいだな。やめたね。よろしくな兄さん。ちょっとみちおくん違うだろ、挨拶はよろしくみちだって言ってるだろ。ででしょぼんと。うっせんだよ。ちょっと なんだその口の聞き方は。君はお説教が必要なようだね。あ、すいません、お見苦しいところ。ははあ、じゃあ俺はこれで。え、終わり、まさかの終わり。また次回か、ダリ。また次回でした。でここでなんかサイドケースができるみたいなんですけど、ん？暴力団組員。続いては北海道、縄荘縄荘の刑務所により脱獄したガモ達也受刑者の続報です。ガモ受刑者は3年前に暴力団組員を殺害し有罪判決を受け、綱荘の、これなんていうの、綱荘の刑務所に収監されていました。しかし先月5日未明脱獄が発覚し、警察が警戒を呼びかけていました。本日警視庁の発表したところによると、ガモ容疑者はカムロ町に潜伏している可能性が高く、ガモ容疑者の目撃情報を呼びかけるとともに付近のさらなる警戒を強化すると発表しました。また有力な情報提供者には報奨金120万円を払うことも発表しました。え、これで120万円もらえるんじゃない。物騒なニュースだな。こんな奴らと出くわしたら最悪だ。え、でも報奨金が出るのか、まあ気にかけてはおこう。あれ、ここも終わりか。じゃあよし、というわけで寝ますか。さあ朝です。沙織に頼むということでもう沙織さんにね、もうおんぶに抱っこで頼みに行こうという感じになってます。というわけで源田法律事務所着きましたと。どうも沙織さん。あ、矢上さん。星野くんか。どうも、ちょっと用があるのは沙織さんなんだ。ねえ沙織さん。はい。実はまた頼みがあってきたんだけど。頼みがあります。頼み、聞いてくれるかな。お土産買ってきた方が良かったかな。聞いてくれる。頼む、聞かせてください。聞かせてください。え、本当に沙織さんの答えだ。じゃあ言うけど、沙織さんには木戸にハニートラップを仕掛けてもらいたいんだ。ハニートラップ。ごめんね。色仕掛けで男を騙すってこと。返信していただいて。星野くんごめんよ。沙織さんがハニートラップ目見開いてるやん。相手は創薬センターの木戸。あいつをカムロ町までおびき出してもらいたい。冗談じゃない。キャバ嬢になるのはまだしも、枕営業までさせる気ですか。いや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 、いやいや、そこまでないよ。ハニートラップってそういうことでしょ。そこまで言ってねえって。沙織さん、もうこれ以上聞かない方がいいですこんな話してるだけ。新衛隊がいるぞ、新衛隊が。なあ、俺は沙織さんに頼んでるわけだけど、沙織さんは星野くんの何なの。大事な人です。おお、言い切ったぞ。あ、いや、同僚としてとても尊敬する先輩弁護士であり。わかったわかった。わかったよ。もうはっきり言ってくれよ、それなら。沙織くんに危険はないんだな。ええ、大丈夫。作戦は立てといたから。その作戦というのは。現場に行ってから話すよ。まず、なんで先に話せよ。くれるかどうか。え、その答えなら決まってます。私が真相究明の
役に立てるならやるしかないです。沙織さん、新谷先生の仇を討つためにも。やっぱ沙織さんも気にしてるな、新谷先生のこと。わかりました、じゃあ一丁やりましょう。今度はなんかめっちゃやる気出してんな。沙織さんの望みなら僕は力の限りサポートに回るだけです。そうだね、もっと綺麗にしよう、前回より。またメイクとかしますよね。今度は僕が一緒に行きます。この間の美容室でいいですか。いいけど、今回はキャバ嬢じゃなくて雑誌記者って設定でした。ああ、なるほど。雑誌記者ですか。相手は創薬センターの中にいるからな。キャバ嬢より雑誌記者からのインタビューって方が自然に木戸と二人きりになる。なるほどね。なるほどね。服はもう少しスカート短いのがいいな。シャツは胸元広めそんな要求すんなって。お、俺はキャバ嬢よりそっちの方が。アキラさん、アキラさんダメだよ。じゃあ俺の方も少し準備があるから、沙織さんはメイク済ませたら創薬センターに向かってくれる。了解です。え、じゃあ私沙織さんですか今日。お、今日沙織さんになれるわ。じゃあ僕らもまずはメイクです。え、了解。やった。沙織さん、ここですよ、美容室チェリー。はい、行きましょうか。なんかドキドキします。気持ち悪いよ。なんか全くこの子は勝手に一人で盛り上がって。もうメイク姿はキャバ嬢で見ましたよね。そりゃそうですけど、今回はまた違うじゃないですか。沙織さんが雑誌記者、知的な才女、それでいて大人の女性の色気が漂うような。目がエロいです。そうですよ、やめてください。とにかく沙織さんならどんなメイクしたって間違いないです。まあ、それは間違いないよ。がっかりかもしれませんよ。それはないです。ありえません。だといいですけど。よし、じゃあ行こう。さあ、時間いただいてよろしいでしょうか。今回もね、やらせていただきます。うわ、どうでしょう、これでいこうかな。ちょっとね、髪の色とね、髪型をね、こっちにするか迷うんだよね。このハーフアップか、なんか記者感出るじゃん。こっちもね、可愛いんだよな。でさ、色がこれと迷うんよ。なんかやっぱ記者だからっていうのでこっちにしたいんだけど、ちょっとね、変化球でこっち行きたいよな。青行きたいんだよな。青行くか。これにしよう。多分服の色後で変えられるから、これにしましょう。さあ、沙織さんですよ。新しい。今日はいつもと違います。いやー、なんか微妙な気が。色か、服の色のせいかな。いや、やっぱりすごいです、沙織さん。超いい。知的な才女、大人の女性の色化が。まだ言いますか。こんなに褒めてくれるのは嬉しいけどな。つい興奮しちゃって。準備できました。もうあとは大丈夫です。本当に素敵です。また余計なことを。すいません。服変えれないの？沙織さん、あまり無理しないでくださいね。もし危なくなったらすぐ逃げてください。え、心配してもらえるのはありがたいけど、ちょっと心配しすぎ。八神さんは危険はないと。やりすぎだな、この顔は。命の危険はないかもですけど。なんか思ってたのと違う。まあ、人にお尻触られたりとか、そういうのが。それくらいは覚悟してます。そんな。それじゃ、沙織さん、沙織さん、星野くん、はい、メイク褒めてもらって嬉しかったです。え、かわいい、かわいい、惚れたやろ星野くん。いやー、服なんで変えれねえんだよ。もしかして変えれた、さっき。あ、こっち、八神さんか。隠しカメラを用意してきたよ。隠しカメラ？隠しカメラか。え、これがハニートラップに必要な小道具。ほら、いや、こう見ると悪くはないかもしれない。わかんないな。撮った映像は
リアルタイムで俺のスマホに送られてくる。それとこのイヤホンを耳に、無線で俺から会話の指示をさせてもらう。指示？前にもキャバ嬢に変装してもらったけど、今回は見た目以上に会話で男を誘惑する必要がある。なるほど。だから八神さんがその指示をくれるんですね。ぜひお願いします。俺に任せてくれる？ええ、お願いします。男性を誘惑する会話センスは専門外なので。でも誘惑した後はどうすれば？木戸が沙織さんにいやらしく迫るとこを隠しカメラで押さえる。それでセクハラの事実を証拠に残す。そう、沙織さんの仕事はそこで。そうだよ、海藤さんあたりがスタンバってるからね。あとはセクハラ映像をネタに木戸を神室町へ呼び出す。セクハラスキャンダル。なるほど。セクハラ男を隠し撮りして脅すなんて嫌だ。すっごい面白そう。楽しんでるな。ご心配なく。エロいことした分苦しむのは木戸です。そうですね、だよね。でも無駄にお尻触られるのは嫌なので、的確な指示を。それは任せてください。わかった。じゃああとは無線で。青髪はやりすぎたな。なんか服に合わない。よし、聞こえるな。沙織さん、まずはロビーに入って受付、受付に話しかけて木戸に取材を申し込むんだ。了解。ハードデック9の解説をお願いしたいとか適当に。了解。 OK、 どうぞ。お約束でしょうか？いえ、こう見ると悪くないな。センター長の木戸さんに取材。悪くないね。取材と言いますと？フリーで記者をしております白崎と申します。アドデック9のことでお話を伺いたく思いまして。お約束のない方はお取り次ぎできないんですけど。あ、そうなんですか。でもどうしよう。沙織さん、もう少し粘ってみて。了解。申し訳ございません。何分木戸も多忙なので。いや、多忙じゃないでしょう、木戸さん。あの、本当に少しの間だけでいいんです。私の方はいくらでも待ちますから。そう言われましても。お願いします。木戸さんに聞いていただくだけでもしてもらえませんか？アポなしでの取材は例外なくお断りしておりますので。いや、え、美人なら話は別ですよ。え、アホだな、木戸。センター長の木戸です。私への取材をご希望ですか？この人が木戸か、このド変態め。はい、白崎と申します。おお、白崎さん。いや、お美しい。いや、キモいね、目線が。私の部屋までご案内しましょう。いいんですか？ありがとうございます。もう、センター長。木戸のやつ、下心丸出しだな。でもおかげで助かった。助かりましたね。うわ、こっからか。どうぞ。わあ、豪華。ここが木戸さんのお部屋なんですね。素敵です。大したことないですよ。まあ、よく言われますが。言われますか。どうぞ、かけてください。了解。沙織さん、隠しカメラをテーブルの上に。テーブルの上。今日は突然いいとこに置いてね。お忙しいところすみません。カメラ、あ、はい、オッケーオッケー。あと15度。あ、15度。いいわ、そこだ。白崎さんは何をお飲みになりますか？ブランデーはどうです？ちょうど今ハマってる。ブランデー？酒じゃん。下心丸出しで女性に勧める男、酒を勧める男。いつもの私なら黙って睨む場面ですけど、いただきます。こっち行く？いただく？こっち行く？これ行く？ミスかい。私を酔わせてどうするつもりなんですか？さあ、どうしようか。私、仕事しに来たんだけどな。もちろん分かってるから。酔っちゃったら責任取ってもらいますよ。楽しいインタビューになりますね。気持ち悪い。二人の出会いに。素敵な出会いに。
げえ、なんでミスったんだろう。すごい美味しいです。このブランデー、体の芯から熱くなってくるだろう。沙織さん、ここで胸の砲弾を一つ発動。はい。はい。あ、いえ、別に。その、いや、よくない。熱くなってきちゃって。八神さん、その指示はまずいって。そうそう、ね、熱いね。いやいや、木戸さん立つな。やったな、食いついてきて。絶対嫌だね、これなの。何の取材だ。何の取材か覚えてないのか。気を引くような、木戸さんを知りたいです。私が取材したいのは木戸さんのいろんなことです。アドデクナインのことじゃなくて。ええ、そんなのより木戸さんご本人のことが知りたいんです。なるほど、珍しい取材だね。そうでしょう。教えてくれます。そう、沙織さん、いろいろ教えてあげたいけど。でもここじゃちょっと。ええ、ここじゃ教えられないことって何です。君すごいな。ね、近づくなよ。仕事が先、そういうのは焦らないの。すごいな、沙織さん。お楽しみはもうちょっと後に取っておこうか。いいぞ、いい感じだ、沙織さん。さて、それで何の話だったかな。アドテックないんでいいの。長引かせるより一気に畳みかけよう。畳みかける。沙織さんの方で何か仕掛けてみて。それじゃあ何すんの。正義のために何でもやる覚悟はできたはず。木戸のセクハラ行動を引き出すんです。木戸の顎の下を撫でちゃう。胸のボタンを外してしまう。色っぽく足を組み直してみる。撫でる。いや、胸はまずいから、まずいよな。行きますか。顎、いや、足だけじゃ多分、あいつはまあまあ分からんけど。あ、ちょっと焦んな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 。顎の下を撫でちゃう。胸のボタンを外してしまう。でもあと一個外すのはさすがに危ないと思うけどな、私。いや、難しすぎるわ。どうしよっか。いや、胸いっちゃいます。胸いっちゃいます。いきますか。この部屋かなり熱くありません。いや、あと一個はまずいって、うん、熱い。マジでまずいと思うけどな。僕も同感だよ。あれ、ちょっと沙織さん、まさかさらに胸元を。いやー、ちょっとダメだよこれ。楽になった。木戸さん、もしかして沙織さん結構この状況楽しんじゃってる。たく、最低の男。こんな感じかな。はい、とっても素敵です。じゃあお写真の方は以上で。よし、もう十分だ。沙織さん、引き上げよう。どんな写真になったのかな。触ってるぞ。確認されます。あ、触った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 。痴漢です、この人。こらえてくれ、沙織さん。これをこらえろって。もうやっちまえ。私を誘ってくれてだろう。取材もうやっていいぞ。気持ち悪い。触りすぎだって。そうですよね。でも今夜二人で食事でもどうかな。カムロ、いや、キモ、カイだぞ今。じゃあカムロ町でなら。カムロ町、いや、あそこはちょっと。他の場所ならどこで。でも、いえ、木戸さんはきっと来てくれます。どうして。後でメールしますね。
いやー、もう金輪際関わりたくねえわこの親父。ずっと私を誘う。カイトさんニヤニヤしてるわ。取材も終わったし、本格的に可愛がってあげるよメス猫ちゃん。沙織さんは途中からなんか妙なもんに目覚めたか。あ、ごめんね、俺も最後ごめんね、俺のせいだわ。あんな人じゃないよ沙織さんは。木戸は本当に出てくるのか。あいつには沙織さんの名前で隠しカメラの映像を送りつけといた。来なきゃネットに映像をばらまくって。なるほど、そりゃ来るしかねえか。で、カムロ町のどこに呼ぶんだ。バッティングセンター。もう杉浦と東が先行って周りを見張ってくれてる。どうした。やけに手回しがいいじゃねえか。大久保君の死刑が迫ってるからな。そうだね、まあやる気はないよ。そうだった、俺らもそろそろ行こう。オッケー。はい、バッティングセンター着きました。え、電話杉浦君。もしもし、今車回してきたとこ。こっちのこと見える。ん、どこだ。ああ、来た。あれか、ちゃんとついてこいよ。了解。乗る、乗りたい。オッケー。お疲れさん。お疲れ杉浦君。もうバッティングセンターの中に行ってる。周りは今のところ異常なし。なるほど。木戸もそろそろ来る頃だよ。その後の段取りは。木戸が来たらこの番に乗せてシャルルに連れて行くって。なるほど、シャルルか。東んとこの経線。別にどこでもよかったんだけどね。そこで木戸を取り調べるってことでよかった、八神さん。ああ、オッケーオッケー。ちょうど噂をすればってやつだ。さあ木戸さんよ、セクハラの罪は重いぜ。来たか。よし行こう。よし、さあ木戸さん。なんでお前らがここに。なんででしょうね。なんでって、俺はこの町で事務所開いてる探偵ですよ。木戸さんこそ珍しい。こんなとこに何の用です。いや、もしかして、美人の記者と待ち合わせとか。なるほど、そうか、やっぱりお前の仕業か。でもお前やったからね。どうする。言っとくけどやったからね。そっちの方によってはなかったことにしてもいい。いや、なかったことにできませんよ。今俺らが欲しいのはそれじゃないよ。私をどうする気だ。その前に場所変えよっか。いや、それは困るな。なんで。え、私はいつだって守られているんだよ。なんだこいつら。なんだよ、ゴロツキかよ。王将の雇ったチンピラってとこかな。こんなのが町中にいんのか。ビデオを全部消せ、ヤガミ。いや無理です、ごめんなさい。え、センター長も戦う。あ、え、昨日弱くね、お前絶対弱い。え、あ、あ、もう終わった。ほら、オッケー。カイトさん険しい顔してたな。来るな、来るな。なんでバット持って。何やってんだよ。もうあんたを守るやつはいないよ。どんばい。ここには創薬センターでの肩書きも厚労省の助けもない。ずっとこの時を待ってた。私がいなければアドデックナインはどうなる。お前何もしてねえだろ。別にあんたを殺すわけじゃないんだから。ただ
偉そうな態度はよした方がいいな。痛いのは嫌だろう。そうだろ。じゃ、行こうか。この4人に囲まれたらもう終わりや。さあ、シャルレ。星座。いやー、久しぶりだね。俺こういうの昔はよくやってたけどよ。まず裸にするのが兄貴流ですよね。東さんも生き生きしてるじゃないか。向きはみんなこんなもんや。科学者だろうがセンター長だろうがな。今ならどまい、まだ間に合う。早く私を離さないと。そんな姿で言ってもな。殺し屋を差し向けますか。法に訴えるまでだ。そんなことされたら俺やけになってうっかりビデオ流出させちゃうかも。そうだね。何？それが嫌ならアドデック9の話だ。あんたの口から聞かせてもらいたいんだけど。話せ。もうお前じゃ無理だろ。長くなりそうだな。長くなるか。交代で飯でも食いながらじっくりやるか。ねえ、こいつからは何を聞き出せばいいの？アドデック9の人体実験を示す証拠のありか、何が出てくるかは。なるほど。尋問次第か。尋問得意じゃないんだよな。いつでも始めていいぞ。それともちょいと痛めつけてからにすっか。了解。はい、というわけで今回はこの辺にして、次回木戸さんをしばき倒すということで行きましょうか。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。また次回続きからやっていきたいと思います。それじゃあまたね。